カンバラを聞こう。皆さんこんにちは、アンニョンハセヨー、フーカです。さて、先週はクレンナバーそうだったみたいという曲をねカバーしたんですけれども、この曲がソンイェジンさん主演の映画クラシックの OST だったということで、今日はねまたソンイェジンさんつながりで、さらに夏におすすめしたい映画今会いに行きますの話をしたいと思います。この映画は2004年の日本映画なんですね。で、竹内優子さんと中村獅童さんが主演されて日本で大ヒットした映画でした。これが2018年に韓国でリメイクされて、韓国での題名は지금만나러갑니다、今会いに行きますをね韓国語にしてそのまま言ってる感じですね。で、放題の方は Be with you 今会いに行きますという風になっています。で、全くね同じ題名で言語が違うだけだったんですけれども、おそらく日本では原作と区別するために今会いに行きますの前に Be with you をつけたんだと思いますね。で、 Be with you って聞くとなんか私の頭の中のテルさんがね、あなたに会えたことって歌い始めるんですけど、これは日本の30代40代あるあるかもしれないですね。この Be with you っていうグレーの名曲があるんですけれども、ちょっとまあその話は置いておきまして、今日は今会いに行きますの話をするんですが、これから映画をご覧になる方もいらっしゃると思いますので、ネタバレにならない程度にまずどういう話かというのを説明しますと、中村獅童さんの演じる匠さんは1年前に妻の美代さんに先立たれてしまうんですね。で、この美代さんを演じているのが竹内優子さんです。で、以来一人息子のユージ君と二人でつつましく暮らしております。で、ミオさんは生前に梅雨の季節になったら戻ってくるよと言い残していて、ユージ君にもその内容の絵本を残しているんですね。で、そして梅雨の季節がやってくると亡くなったはずのミオさんが森の中に現れるんですが、生前の記憶をね全て失ってしまっている状態なんですね。それでも匠さんとユージ君は美代さんを温かく家族として迎えて、3人での生活を再び始めます。そして匠さんは美代さんに自分たちの恋の歴史のストーリーを語るうちに、2人の間にもう一度恋が芽生えて、ユージ君とも家族になっていって、最後また別れが来てしまうというね、こうかなりファンタジー要素の強めな恋愛映画でございます。記憶を失っていたり、初恋とか死別とかそういった悲しい恋の要素があるあたりは韓国の映画とも相性がいいあらすじだとは思うんですよね。私は実は2004年の発表当時にはこの映画を見ていなかったんですよ。で、最近本当にこのラジオで日韓比較をやるっていう企画を思いついて、で、つい先月ですね、日本の原作の方を見たんですね。でもこの映画はその2004年の当時から非常に人気があって、めっちゃ泣いたとかね、めっちゃ良かったよっていうような声を周りでねよく聞いたんですね。で、周りの友達とかも、あ、絶対見た方がいいよって勧めてくれていた映画だったんですよ。なので興味がなかったわけではないんですけれども、2004年ってね、年始、冬の年始のあたりには冬ソナブームがドーンと来て、で、その年の夏なんで、まさにね、この第一次韓流ブームがめっちゃ暑い時期だったんですね。で、私もその頃はどっぷり韓流にハマり始めた時期だったんで、それこそ猟奇的な彼女とか、まあ、先週話したクラシックとか、あと火山光とかね、そういう韓国映画を見るのに忙しくてですね、日本人なのに日本のヒット映画をこうスルーしてしまってた時期だったんですね。で、まあそれで結構何年も経ってちょっと映画の存在自体も忘れていたんですが、この映画がね2018年に韓国でリメイクされるっていう情報が入ってきて、で、しかも竹内優子さんの役をソンイェジンさんが演じると、で、中村獅童さんの役はソジソプさんが演じるっていうことで、これは大変だと思ったんですね。絶対に見なきゃってなったんですよ。
でソン・イェジンさんもソ・ジソプさんも私はもうとっても大好きな韓国の俳優さんたち ではそんなビッグネームで日本の作品がリメイクされるんだなっていうのが嬉しくて、実は韓国リメイクはかなり早い段階で見たんです。もう多分2018年に見てたと思うんですよね。でそれで、あ、これめちゃくちゃいい話だなって思ったのと、あと全くリメイクに見えないっていうのが印象的だったんですね。いい意味で日本っぽさを感じなくて、もう韓国映画として違和感がないストーリーだったっていうことがとっても印象的だったんですね。で本当に先月なんですけど日本版を見て気づいたのは、物語のね骨格部分は先ほどお話しした原作とほとんど同じなんですけれども、話の肉付けの部分とか、あと主人公たち以外の登場人物の部分をですね、韓国の文化に馴染むようにしっかりと作り変えてあるんですね。で本当にこの日本の原作版を見たことで、あ、韓国の リメイクの技術って本当にすごいんだなというふうに思って、ちょっと今回ねこれをエピソードにすることにしました。というのはここ最近韓国のヒットドラマを日本でリメイクすることって増えてきてますよね。ちょうどね現在進行形で、まあ、I クラスのリメイクがね R クラスとして日本で放送されて話題になっておりますよね。私はまあ韓国の原作の I クラスの方はね全部見ているので、ちょっとね R クラスの方もどんな感じでリメイクされてるのかなっていうことで最初の1話だけね拝見したんですけれども、なんというかちょっとねそのまますぎるんじゃないかなっていう印象だったんですよね。まあ、これはよく言えば原作に忠実っていう表現になるんですけれども、やっぱりね日本と韓国では文化的な背景とか、まあ、社会的な制度も違うので、例えばですね原作の方では、まあ、ドラ息子がいるんですけど、あのお金持ちのドラ息子が通っている高校に高級車でガーッと乗りつけてくるっていうシーンがあるんですけどね、日本で素行の悪い人が車で高校に来るっていうのはあんまりなくないですか。ちょっと見たことも聞いたことがもないっていう感じなんですけど、結構それをね、まあ、そのまま日本でもやっちゃったりしていて、で実際まあ日本の高校とかだとちょっと素行の悪い子は原付バイクとかに乗ってくる子はいたんですけど、あんまりね高級車に乗ってこう高校に乗りつけるっていうのはあんまり日本ではないことなんですよね。でこれはまあちょっと社会制度の違いとかもあって、日本では結構車の免許を取るのって大変なんですよね。費用も多分 20-30万ぐらいはかかって、期間も数ヶ月かかるんですけれども、韓国の方はもっと短期間で取れて費用も安いらしいんですよ。でこういうなんか制度の違いがあったりするので、そのシーンをそのままね日本の作品としてやってしまうと、なんかねちぐはぐに感じてしまうところがあるんですよね。でもちろんねこの R クラスが好きな方もいらっしゃると思いますし、私の大好きな香川照之さんも出演されている作品ですので、あんまりねその作品をディスるっていう意図はないんですけれども、なんかもう少し日本の作品としてのオリジナリティがあった方が、よりなんか日本人にとって物語がリアルに感じられるんじゃないかなっていう感想を持ったんですよね。でそういう視点で見てみると、この映画今会いに行けますの韓国リメイク版はそのあたりがね非常に上手に作られているんですよ。で私は先月に日本の原作版を見て、この今会いに行きますという映画は本当にね日本らしくていい映画だなという感想を持ったんですね。表現も描写も細部まで日本映画の美しさが宿っています。本当にね美しい作品でした。なんでもっと早く見なかったんだろうと思ったぐらいでしたね。でこの映画は主に長野県とか山梨県で撮影されたそうなんですが、自然豊かな山の景色と竹内優子さんのビジュアルがですね息を飲むほど美しいです。本当にお綺麗でしたね。そして登場人物がねみんなちょっと内向的な性格なんですよ。
で穏やかな性格の人ばっかりで、でまたね小学生の息子さんのゆうじくんがね非常に聞き分けがいいんですよね。もう夫がね聞き分け偏差値80の子供だなとか言ってたんですけど、まあそういったね一つ一つのこう要素が映画全体のこう優しさと寂しさと儚さがこう共存するような空気感雰囲気を作り上げているので、なんというかね全体を通して非常に日本的な作品で、リメイクがね難しかったと思うんですよね。多分、まあ、日本の原作のセリフをそのまま韓国語に翻訳して韓国の方が演じてても、いやなんだこのもどかしい作品はみたいな、はっきり言ってもらっていいですか、意味がわからないんですけどみたいにね多分なると思うんですよ。なので韓国版は、まあ、物語の骨格と原作の雰囲気っていうのはしっかり踏まえながら、まあ、原作にはないキャラクターだとかエピソードを加えたり、まあ、登場人物の職業とかあと性格的な部分とかも韓国の文化にだいぶ寄せて作り変えてあるんですね。私が特に素晴らしいと思ったのは母性の表現の仕方なんですね。で、母と息子のシーンがあるんですけれども、日本の原作では子供を包み込む母の優しさっていうのが中心に描かれているのに対して、韓国版のお母さんももちろんね優しいんですけれども、その優しさに加えて子供を守り抜くこの母の強さみたいなのも同時に感じられるようなセリフになってるんですね。でそのシーンの大意としてはもう同じことを言っているんですよ。意味としては同じことを言っているんだけれども、言い方だったり言葉とか伝え方の強さっていうのがちゃんとその国の文化に合うように作り上げられているっていうのがね素晴らしかったですね。であともう一つの見どころは映像技術の進化なんですよ。で日本版は2004年で韓国版は2018年に作られているので、この14年間の間に映像技術がすごく進化してるっていうことを随所に感じて、そこも大変面白いポイントです。で代表的なところだと、お母さんが息子に残した絵本の内容が原作ではね絵本をそのままこう写す感じで描かれているんですけれども、韓国版ではねアニメみたいになってこう絵本の世界が映像化されてたりとか、あとはやっぱりカット割りの多さですよね。カメラのもう台数が全然違ったりとか、ソン・イェジンさんの写し方もこうあえて逆光でこう撮ったりとかね、そういうなんか映像美にもよりねこの14年経って こだわりが見えるっていうところもいろいろ感じられると思います。両方ご覧になっていただくと、日本版の方がいいって思う方もいれば、韓国版の方が好きな方もいらっしゃると思います。またはシーンごとにですね、こっちのシーンは日本の方がいいなとか、こっちは韓国の方が好きだなとかね、いろいろな感想があると思うんですけれども、まあ、私個人的には好き嫌いとはまた別の軸で、あ、リメイクってこういうことなんだなっていう視点で見て非常に勉強になった作品でした。最近ですね、 YouTube の歌ってみた動画に韓国の方から好意的なコメントをいただくことがだんだん増えてきて、私はとっても嬉しく思っているんですけれども、歌をカバーすることにおいても、私はね日本人なので、やっぱり韓国の方とは持っている情緒が違うっていうか、同じようには表現できないことも多くて、正直ね自分はそこが不足しているかなっていう感じで、歌に自信がない部分もあったんですけれども、まあ、韓国の方から音色が綺麗ですねとか、胸に染みる歌声でしたよとか、そういうコメントをいただけて、もう違ってもいいんだっていう風に最近思えるようになったんですよね。まあ自分は日本人なりにこう心を込めて歌えばきっとそれでいいんだなと思えるようになりました。ちょうどですね、今日この放送のリリース日8月15日なので、日本はお盆期間ですよね。で日本のお盆っていうのは亡くなった方がお家に帰省するというか帰ってくる期間というふうにねされてますね。で学校は夏休み中ですし、会社も長期休暇のところが多いので、まとまったお休みを利用して実家に帰られたりとかね、海外旅行に行かれる方が多い期間だと思います。でね、私は実は医師になってからお盆休みって経験したことがないんですよ。で開業医さんはこの期間お休みすることも多いんですけど、大
休病院はね通常運転なんですね。だからね勤務医はお盆休みとかはないんですよ。ただ患者さんは結構減ります。やっぱその日は外来に来るのを避けたいですっていう人もいるので、まあ、ちょっと暇にはなるんですけど休みではないっていう感じでね。まあそんなあの愚痴は置いておいてですけれども、この映画のね亡くなったはずの妻が帰ってくるっていう設定も、まあ、お盆にぴったりだなというふうにちょっと思ってたので、今日はねこの今会いに行きますという映画を紹介いたしました。ぜひ皆さんもこの夏にね日韓よろしければ両方ともねご覧になっていただくことをお勧めいたします。また概要欄の質問箱からメッセージや質問リクエストなどぜひ気軽に送ってください。日本語でも韓国語でも大丈夫です。 YouTube の方もよろしくお願いいたします。ではまた次の放送でお会いしましょう。さようなら。